皆様、聞こえますでしょうか。はい、ということでね、ちょっとシチューの方を、作っていこうかなと。はい。あ、醤油これは使わないやつ。ごめん。ちょっとカメラのアングルが若干ちょっとおかしいんですけれども、ちょっとね、非常に美味しい、そしてかつヘルシーな、クリームシチューをね、これね、作っていこうかなと思っておりますよ、皆さん。こういうホタテとか、ホタテだったり、あと鶏肉、さらには、こういうサーモン、スモークサーモンね。で、野菜の方はこちら。まあ、シンプルに、じゃがいもと人参1玉ずつ。で、ブロッコリー。はい、これらの布陣を用いて、今回の、実践の方、料理実践の方を始めていこうかなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、声聞こえてる？みんな、なあ、声聞こえてる？よいしょ。声聞こえてるよね、普通に。いや、聞こえてんじゃん、どう聞いても。そういう嘘をね、ちょっとつくのをやめていただけたらなと思っているんだけれども、はい。そろそろ真面目に働かないとな。いや、だから真面目に働いてんじゃん、今。うん。じゃあ、まあ、とりあえず、まあ、もう話が長いって言われてるんで、早速じゃあ切っていきますか、野菜の方、まず。はい、こちら、まず玉ねぎの方をね、切断していきます。はい。玉ねぎの方を勇気の切断していこうかなと思います。はい。これで。玉ねぎの方ちょっと切っていきますわ。こちらでね。はい。これで。はい、ドカンと。で、今回も、まあ、いつもと同じようにこの包丁。こちらの包丁を用いて、まず、半分に。ちょっと料理久々だから。若干手際悪いかもしれないけど、まず量、あ、これ間違えた、逆だな。逆ってか、順番間違えたわ、こうだわ。ここ切ってからだった、すまん、ミスりました。まあいいや。はい。俺よくさ、シチューとかカレーとか作るときさ、大体玉ねぎ2個ぐらい買っちゃうのね。で、なんかそれ最近無駄だって気づいたんで、とりあえず必要な分だけ。てか、2玉もね、使わない。ちっちゃい玉ねぎだった山だしも、こんぐらいのデカさの玉ねぎね、2玉も普通使わないっていうのに最近気づいたんで、今後はちょっと玉ねぎ等は1枚ずつ買っていこうかなと思っています。はい。ね。よいしょ。どうしよう、カメラのアングル若干変えていい？これ。水が使えねえんだよな。このアングルどうっすか？このアングルの方がいいよね。うん、見下ろす感じのアングル。でもあれにしたら前なんかお前らやめろって言ったやん。とりあえず今日はこの感じのアングルで、はい、撮影していこうかなと思います。さっきからコメントでさ、なんか井口の応援歌を流してるやつ何なの、本当に。ああ、これちょっと事故りそうだな、今日。すげえコードがぐちゃぐちゃだわ、配信周り。じゃあまず玉ねぎを、まあ俺あんまり細かく切るのも好きじゃないんで、もうこうやって普通に縦に、普通のね、なんていうの、なんとか輪切りにしていきます。はい。薄く、その代わり薄く輪切りにしていく。はい。こ
感じで、まあちょこまめにねフライパンの中に玉ねぎは投入しつつ、ざっくりと十分だな、マジ玉ねぎって、うん、それ以上使うことがないもはや。人参とじゃがいもからだ、いや、え、玉ねぎからじゃね、え、玉ねぎからでしょ普通は。ちょっとこの辺をこうやってざっくり入れて、さらにほっぺをぶち落とすぜ。すべての人参を超滅する。うまかったろう。いや残念ながら今回ちょっとアルティメットキャロットさんいないんですよ。玉ねぎと人参じゃねえ、玉ねぎとじゃがいもしか使わねえから、申し訳ねえ。え、てか一玉でも十分多いなこれ。思ってた以上だわ。やっぱ玉ねぎって見た目以上にちょっとかさばるね。まあ炒めたらさ、まあ、スープとかに溶けていくんだろうけど、やっぱ玉ねぎのポテンシャルがすごいわ。うん、玉ねぎのこのポテンシャルね。はい、じゃこれも縦にスポンと切っといて、はい。ちょっと玉ねぎの方が切れましたと。うん。え、シチュー今回パンで食べます。はい。シチューに関しては今回パンで食っていこうかなと思っております。はい。で今度このじゃがいもね、このじゃがいもをちょっと若干洗いつつ、まあ俺基本的にじゃがいもってね、皮むかないんだよね。基本はじゃがいもは皮むかないんだけども、まあ、せっかくピーラーがあるんで今回は玉ねぎを、玉ねぎだよね、このじゃがいもを切る方向でやっていこうかなと思います。うん、まあ切るって言っても本当ざっくりでいいと思うけどね、マジで。え、てかこれ何、これ大丈夫、このピーラーなんかおかしくね。え、ちょっと不良品なんだけど、これ見て、これ普通こんなさ切れ目あるかなあ。え、何このジャガイモ、おかしくね。え、ちょっと切ってみていい、これおかしいわ、こんな腐ってんじゃないのこれ。腐ってね、これそういうやつなん。ちょっとスーパーにクレーム入れてこうかな。うん、え、これ普通だってこんなんじゃないよな、こんなん初めて見たもんだって俺。で、これはしかも切りにくいし、超。え、何このピーラー。え、このピーラー切りにくすぎる。マジで。え、なんだこれ。こんなピーラーお前初めて見たぞ、お前。え、こんなおかしない？なんか間違ってるじゃん。こんなんピーラーちゃうで、でもだって。普通こんなさ、なんかもうちょっとなんか刃の部分が上下に動いたりするやん。あ、裏表逆なのこれ。いや切れない、逆に余計切れない。いや、まあぶっちゃけ皮は俺全部剥かなくていいと思ってるんで、うん、このピーラーちょっと後で捨てとこう。これなんか変なピーラーをつかまされたわ。変なじゃがいもと変なピーラーをつかまされた。あのスーパーには行かないな俺は、この野郎。神であるこの俺に立てつこうとはな。くそ、人雷が如く雷神教と呼ばれたゆえん、見せてやる。見てこれ、おかしない、ほんま。
なんてスーパーなの。いや、それをちょっと言っちゃうとまあ特定につながってしまうんで、ちょっと言えないのが悲しいですね。この辺のまあカード部分だけいい感じに切っとけば、あとまあ多少雑でもいいのかなと。まあこんなもんかね。こんなもんですね。あ、オッケーオッケー。じゃがいもちっせえな。ちょっと少ないかもしれない。よし。OK、じゃあこれ今度このじゃがいもを、まあてかその間も火つけとこう。ちょ、火つけとくわ。どんな感じで切る、みんなじゃがいもってこうでしょ。こう。ピザみたいな切り方になってきた。まあいいや、こんな感じでちょっと大きめに切ろう。うん、みんなへの愛を込めて一刀で葬っていくわ。なんか多分切り方違うな。横に切ればいいのか、これ。あー、なんかいい匂い。玉ねぎの炒めるこの匂い好き。OK。よし。なんでそんな細かく切るの？え、で、こんなもんじゃない？俺、なんか、じゃがいもがあんまり、粒がでかいとあんま好きじゃないんで、結構その大きく切るんだけど俺。うん、はい。じゃあこれに対して、菜箸、菜箸を使っていこうかなと。で、焼いていきます、炒めていきます。はい、こんな感じで。ブロッコリーいらないかな、正味ブロッコリーいらない気がしてきた。まあ、一応入れるか。え、ブロッコリーとかってさ、この段階に入れていいのかな。もう食えるぞ。じゃあ食ってみろよ、このままな。これのまま食えよ、お前、ほら。お前。食えるぞ、言うたやつ。残さず食えよ、ほんまに。カリフラワー入れて、あ、カリフラワーでもよかったな、確かに。でも、彩り考えたら、まあ、じゃがいもかな、じゃがいもじゃねえわな、なんか、ブロッコリーかなと思いまして。今回ちょっと ブロッコリーをチョイスいたしました。はい。あ、ブロッコリーはじゃあ後から茹でる感じでいっか。うん、水とかを投入してからでいいか。まず、とりあえず序盤は玉ねぎをしっかりと炒めていくスタイルですから。で、バター、こういうちょっとチューブバターとかね、少し入れてちょっと脂身を入れていこうかなと。バブミならぬね、バブミならぬ脂身の方もちょっとしっかり入れていこうかなと。で、さらにこちらの粗挽きペッパー、こういう粗挽きペッパーみたいなやつも、まあ、ちょっと入れてみてもいいのかなと。まあ、下味が本当大事だと思っているんで、塩に関しては。え、人参買ってない。うん。人参は今回ちょっと買ってないんですよ。じゃがいも、これフライパンここにひっつくから、そこはちょっと注意やな。うん。やっぱ人参入れた方が良かったか。いや、今回さ、このサーモン使うからさ、色かぶると思って、これ。こういうサーモンを今回投入しますんで、若干は色がかぶんのかなと思った結果、どうしようか、やっぱ油も少しは入れた方がいいかな、これね。油で炒めていかないとな。
あ、でも水でいいのか。え、サーモンとかは、多分まあ水入れた後やろ。うん。水とかをしっかり入れていった後。水ちょっと入れるか、ちょっとなんか玉ねぎが焦げてきそう。まあ若干水入れて、ああ、やばいやばいやばい。若干ちょっと水で場を濁しつつ、サーモンを焼くだけで、いや焼かないんですよね、シチューなんで。何作るのしてんの。だからシチュー作ります。はい、15日何時頃発表するの。また昼頃かなと。いや15日の重大発表はマジ期待してもらって大丈夫なんで、はい、15日のその重大発表はもう本当に皆さんぜひ期待しててください。はい、声優、いやそういうんじゃない、そういうのじゃない、コラボとかそういうのじゃない。いやこれもう本当にもっと純粋にみんなに喜んでもらえる発表というか、まあうん、発表だな。うん、 YouTube は関係ない、全然違う。いや結婚、違う。実は女でしたね、そういうなんかカミングアウトじゃない、もっとなんかガチな発表。うん、イベント、いやそういうんじゃない、事務所とかそういうんじゃない、違う。いや多分ね、分かんないと思うわ。いや分かる人は分かると思うけど、多分正解出てないんで今のところ。まあまあ当日をね、てかまあ明日を楽しみにしていただけたらなと、はい、思いますね。ただ玉ねぎがいい感じの色になってきたから、そろそろもうこれ水入れしまうか。てか、いやいっか、うん、いいや。まあ基本もうほんと水で茹でる感じになると思うな、これ。これもう水入れてええんかな。いやこれシチュー幸福の科学に出家、いや、まあ、どこでもないで打ち合わないから、うん、加藤純次がみかんジュースの宣伝大使だったね。みかんジュースって何。うん、プロ契約、いやそういうのではない、本当に。いや多分わかん、まあ、多分普通にね、そんななんかああみたいな、あお前もついにこういうことしだしたか、そういうとかそういうんじゃない。うん、純粋にみんなにとって喜んでいただける発表になるかなと思います。うん、じゃあそろそろちょっと水入れていくか。これもう水入れてやんな、さすがにな。これ水入れてやんな、もう。なんか若干玉ねぎ焦げてきたし、じゃあこのミネラルウォーターを投入していきます。僕シチューには水道水使わないんで、はい、ミネラルウォーターをこのようにして、ね、投入していきます。いいっすね、もうちょい入れてもいいかもな。多分後で水飛ぶから、それであとは、うん、シチューは軟水がいい。や軟水がいいんだ。これ何水だろう。これ俺がよく使うこのアルカリイオンの水なんですけど、これは何、軟水。うん、軟水って書いてる、アルカリ性の。はい、いや水素はちょっと意識高すぎるわ。でこのブロッコリーももう入れていくか。ブロッコリーをバッコリー入れていくか。バッコリー真面目に答える引退なしになったんだから、お前、まあ、前回の放送さ最後まで聞けよお前。うん、俺も基本的にも過去の放送振り返らないからな。
その放送での出来事はもうその放送内で全部完結するようになしてんねんから、ちゃんと聞いてこいな。ニコニコに録画とか曲がってんねんから。分かったかお前。ああ、こう茎捨てます。俺ちょっとブロッコリー、これうわー、ブロッコリーこれどうやってやろう。ブロッコリーの入れ方がむずいな。こういう感じでいいかな。ブロッコリーほんと栄養の王様っていうふうに言われてるぐらいなんで、ちょっとこの辺の茎はちょっと後で。ブロッコリーね、これ洗うんだったっけ。いや、でもさっき水でさらっと流したから、まあ、大丈夫やろ。まあこんなもんでいいか。とりあえずこれで、うん、で茹でるフェーズに入っていきます。いろんなものを。あ、肉、そう、肉入れないな、ごめん、肉入れるわ。ちょっとこのもも肉入れます。これもうすでにカットしてあるんで、もうこれはもうそのまんま。あ、肉一応洗うか。ごめん、ちょ、これも洗わないと。肉も若干ちょっと水で流して、うん、水もちょっとしっかりこうやって流して、こうやってオッケー。あー、うまそうや。彩りは出て、ほら彩りはいい感じになってきた。うん、でこれホタテはどのタイミングで入れたらいい。これあ、肉は洗わなくていいんだっけ今か。ホタテは今のタイミングでいいんかな。ホタテは今入れる？これも洗う？これ洗わんでいい？これ。これ、これ、ちょ、洗うか。一応お湯でさらっと流すぐらいはした方がいいかなと。この箸で、箸じゃない。包丁で。ちょっとこれ量大きいな。シチューの量が多いかもしれない。まあでもいっか。ああいいわ。ああいいか。いい感じに、なんか茹だってきた。うん、あ、まあいい感じですわ。全然何人分だよ。ね、10皿分って書いてる。でも多分実質5皿分ぐらい。うん。10皿分とは書いてるけど、実質的にその半分ぐらいだと思っていい。こういうのは大体。うん。いや、俺はやっぱ料理が、シチューがね、好きなフレンズだろうなんだねと。はい。料理が好きなフレンズなんだね。俺このフレンズネタもう俺今後めっちゃ使っていくから。俺獣フレンズネタ、俺もうあの
オワコンになるまでずっと使い続けるんで、うん、よろしくお願いします。やっぱネタは新鮮なうちが一番いいからね。うん、2は見てない。え、見んでよくない？どうせみんな見てないでしょ。どうせみんな1話だけ見てさ、あ、こんなもんかと思ってさ、でなんかツイッターとか、ね、ニコ動とかではやネタが流行ってるからネタだけ使ってるけど、本編見てないでしょどうせ。うん、本編見ないですから。本編見ずにネタだけも、あの、都合よく使っていくんで、はい、ちょっとよろしくお願いいたします。うん、そういうことバンバンやっていくんで。3話から面白い、あ、面白いんや。見てみようかな。3話から面白いやつはちょっと見てもいいかもしれないね。うん、楽しい。いやみんなは平日の昼間からニコニコ生放送を見てるフレンズなんだね。すごーい。これサーモンじゃもうこのタイミングで入れます？これももう入れていいかな。研究室で待ち時間だな。でもこれ昼間でもなかったかもはや。もう昼でもないな。17時か。これまだ入れない方がいいね、確かに。シチューの、なんかスープ入れてからの方がいいな。一回じゃあ切るわ。一回このお湯の沸騰を止めるっていうか、その、この、何？火止めてから、から（笑）とりあえずルーをまず半分。え、レシピとかって別に見なくてよくない？もういや、シチューはもう昔から使い慣れてるから大丈夫です。作り慣れてるんで。うん、これどっからフィルム剥がすの？ここから。はい、じゃあとりあえずまあこれをこんな感じで、ちょっとじゃあカメラ、そういうところに見ながらします。はい、今こういう感じになっていて、これがルーね。このルーをこう一回火止めて、なんで火止めるかっていうと、その火に炙りながらこのルー溶かしていくとダマになっちゃうんで、絶対に火は一回止める。で、今この熱いお湯の状態のこのフライパン、お鍋の中に突っ込んで、これで徐々に溶かしていく。こうやって板状のものをこれで徐々に溶かしていく。はい、なんでフライパンで作ってるの？これ鍋がないねん。うん、鍋がないし、まあフライパンで作れるから基本中継は、まあ、だからいいかなと。はい、今これはルーね。これはルーだったもの、これルーだったものがどんどんこのお湯の中に溶けていってます。はい、どんどん溶けていってます。うん、いいっすね。はい、いや、いいと思いますよ。うん、これもう全部入れようか。ルー全部入れた方がいいんかな、これ。なんかもともとこういう色やったからさ、なんか玉ねぎの色が染み、あ、でもなんかすごい匂いしてきた。ちょっとじゃあ味見するか。味見してまだ薄いようやったら、そのシチューの味がもうまあ4分の1ぐらい入れていいかな。もう4分の1ぐらい入れていいかもしれない。ああ、でもなんか味は、うん、でも若干まだ薄いな。若干まだ薄いんで、もう半分入れるか。うわ、
あ、ごめん、牛乳ね、ちょ買ってくるの忘れたから今回はなしで。まあ、牛乳あんまいらん気がすんねんけどな、俺。シチュー。あんまりシチュー作るときに牛乳とか入れないタイプなんだよ、俺。牛乳はいらねえのかなと。え、だってもともと、いや、シチューってね、牛乳はまあいらんで、ほら。書いてないもん、コードが。見て、ほら。書いてないでしょ。水1200としか書いてないやん。ね？大学の下宿時代とかはもう基本的にも全部水でやってました。はい、やっちゃった。やべえ、ちょっと一瞬ウェブカメラ切るわ。やべえ、ウェブカメ、うわ、ウェブカメなんかばっこり落としてんけど、ちょっとどうしようこれ。ウェブカメがさ、なんか汚物入れの中に入ってもうた。え、顔とか映らなかったやんな、大丈夫やんな。汚すぎて草。汚すぎて草だわこれ。ちょっと大丈夫かこれ。ちょっと待って、その間にもう火つけちゃうか。まあ、言ってもあとは茹でるだけやからな。OK です。じゃあもう一回つけるか。大丈夫かなこれ。あ、いけた。あ、映ってるな、ちゃんと。あ、 OKOKOK。 これなんかレンズ濁ってない？大丈夫？レンズが OK ですね。はい。え、顔とか映ってないやつ大丈夫ですよね。焦るわ。顔出し NG なんで。いや、でも俺顔出ししてないからさ、俺党会議でね、党会議で俺ずっと、でもあの、いや割とその2日目とかは割と場内歩いてたんですよ、普通に。あのプヨテトブースとかもね、普通に俺顔出しでサングラスとかせずに5連勝したんで、結構目立ったと思うんだけど、意外とそこまでね声はかけられなかった。うん、いや、まあ何人かやっぱ声かけられたけど、そこまででもなかった、ぶっちゃけ。ちょっと待って、何これ。そこまでなんかめちゃめちゃうわーみたいな感じじゃなかったっすね。うん、でこのサーモン入れていきます。こういうのやっぱみんな見たいよな。今サーモン入れてます。このサーモンを箸でこうやって、
こんなぐちゃぐちゃってやって、いや、サーモン洗わないやろ。え、サーモンも洗わなあかんのこれ。いや、これはでもなんか洗わないでいいようになってたと思うんだけど。あと問題、じゃがいもが中まで火通ってるか、そこだけが心配だな、正直。課題はやっぱな、じゃがいもなんだよな、カレーにしても。カレーにしかり、シチューにしかり、あと味噌汁とか、豚汁とかしかり、課題はじゃがいもなんですよね。じゃがいもにやっぱ火通すのって結構時間かかるし難しいし、逆に火通しすぎても今度はそのぐちゃぐちゃになっちゃうからね。じゃがいも難しいよね。じゃがいもの難しさは異常やからな。はい、まあ、でもめっちゃ色合いいいやんこれ。普通にな、どうこれ、めちゃめちゃ良くない？色合い、完全にシチューでしょ。完全にシチューやん、こんなの。うん、いや、サーモン入って、赤色も、赤色っていうか、まあ、オレンジ色も若干差し色としてね入れて、味もしっかり強化されることによって、はい、見た目も味も良くなっていく。人参は入ってない。だから人参はちょっとサーモンを意識してちょっと入れなかった。もうちょっと白くならないと、うん、いやこれ白くすんのは無理やな。牛乳をめちゃめちゃ入れないと。うん、炊き出しはだから、でも炊き出しは、でも炊き出しするってなったらさ、相当でっかい鍋用意しないと無理やんな。ミキサーでペーストしないか、なんでやねん。なんでスープにせなあかんねん、シチューを。いや、小麦粉とかはあんま入れたくないな。でも入れた方がいいんかな。とろみは出るか。まあでも今で十分とろみ出てるし、いいかなと。はい、このシチューはでも確実うまいぞ、これ。加藤に差し入れるうんこちゃんにでも差し入れたらな、食ってくれるかな、これ。だからこれ、うんこちゃん差し入れ持ってってもさ、あー作ってくれたんだありがとうなーっつって、その後速攻で捨ててそう。秒で捨てるでしょ、絶対に。多分受け取ってくれるけど、そちゃんと食べてほしいですからね、やっぱりね、差し入れからには、うん、でっかいホタテ、これうまそうでしょ、これ。具材もたっぷりですよ。これ鶏肉ね、これも鶏肉で、これブロッコリーで、これサーモンで、これジャガイモで、も玉ねぎとかほぼ溶けてきてる。もう玉ねぎこんな感じでも溶けてます、完全に。鶏のもも肉っす、はい、入れてるやつ。あ、これ絶対うまいわ。これちょっと多分人生で一番成功じゃない。でも材料が豪華やからな。結局材料が豪華なんで、ちょっと味見してみるか。熱いわ。あー、なるほど、うまい。うん、うまいですね、これ。完全にいや、じゃがいも溶けてないよ。じゃがいもちゃんと固形を保ってる。ぶっちゃけ溶けるぐらいがいいと思うし、あのね、なんか芯が残ってんのが嫌なんだよ、俺、じゃがいも。テンション下がるやん、じゃがいもだけカタってなったら。でもしっかりじゃがいもは
まあ、形は、うん、維持してるから、まあ、しかしもうちょい火通してもいいぐらいやねんけど。っていう感じでね、どうしようかな、食う？食べます？これもう食べる？片付けだけじゃするわ。はい、ちょっと待ってて。じゃあちょっと早速実食の方いきますか。これでいくか。これこのまあ味見程度なんで、とりあえず茶碗にね入れて、であのお玉ないんで、あ、お玉あるわ。頭ありよったわ。うわ、どうしよう、これちょっとあっちだろう。じゃこのお玉で、はい、すべての具材を拾い上げていこうかなと思います。まあ、シチュー単体で味見するか、とりあえず。よし、こんぐらい、こんぐらい食えばもういいでしょ。これどう、これ。結構焦げてるな、下が。もう火止めてええかな、これ。あ、やべ、これあんま金属で、これフライパンの底を擦ったら痛むからあかん。じゃあ火止める。はい、じゃあこれで早速食っていきます。もう食っていい？これうまそうやろ。あ、ありえないほどまずそうって意味があるから、どこがまずそうだこれ。もっと水入れてほしかった。いや、シチューってでも結構好み分かれない。なんかもっとそのシャバシャバにする派と、もう結構ドロドロでいける派あるやんか。うん、これまあちょっと具材が多すぎてシチューに見えないけど、まあ一応シチュー。本当はこれにパン、パンと合わせて食いたいねんけど。じゃあいただきます。うまい。なんかついてる。スプーンなんかついてたし。これで早速ね、もう一度改めて食って、じゃあブロッコリー次いきますか。ブロッコリー、うん、あ、うめえわ、普通にうまい。うん、あ、あ、うまい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 、めっちゃうまいっす。じゃあ次ちょっとこの大きめのホタテ、これちょっとよく分かんないけどホタテです。これホタテもいってみようと思います。うん、あ、ホタテももう中まで綺麗に火が通ってて柔らかくてうまい。
あ、ホタテが一番うまいかもしれん。あ、うめえわ。これシチュー単体でもいけるな、全然。うまっ。うまいですわ。あ、もちろん鶏肉も入れました。うん、今回かなり具材が出たかなんで、鶏肉もしっかり入れて作ってます。鶏肉、ホタテ、ブロッコリー、サーモン、玉ねぎ、じゃがいも、まさにオールスターですわ。人参はちょっとない、うん、もう原型がほぼないかもしれない。まあでも原型ないぐらいで、むしろね。ちょっとじゃがいも食っていい？これ、じゃがいもも食うわ。じゃがいももいただきます。これ、これです。あ、うん、じゃがいもはね、うん、柔らかい、柔らかいけど微妙にまだ歯ごたえが残ってるレベル、うん、だから溶けてもないし、芯が残ってもないからちょうどいいかな、うん、はい、いや全部食えて、この量まずさすがに一食じゃ全部食えへんやろ。これ全部食わへんやろ普通に全部食えるかこれ。これは残してまた次の日食べます。はい、この後あのバッコリ食べます。はい、うん、余った分は明日またシチューとしてね食ってもよし。余ったらグラタンしよう。グラタンにできんのこれって。でもホワイトソースとか入れればできんのか。ホワイトソース、マカロニ、あと何、小麦粉、小麦粉っていうかパン粉、片栗粉なんか その辺入れたら、あ、チーズとかか。ああ、なんかそれらを入れれば一応ちゃんとできんのか、グラタンに。うちオーブンないから無理やな。お前手がデブのそれになってきたな。どこが、え、太ってる、俺結界浮いてるけど普通に。え、どこがデブなんこれ。え、確かに党会議のね、なんか自分のタイムシュートとか見てね、若干顔はね、あ、肉ついてきたなって思った、また。うん、手はそんなにで、俺逆やねんって。俺顔から太んねんって。うん。だから太りたくないんですよね。でも、全然腕とか細いし、ほら。血管浮いてるし。ちなみに昨日体重測ったら57キロでした。うん。今年、去年のね、夏コミの時とか、61キロぐらいあったんで、うん、身長、まあ分からん、160、170ぐらいかな身長は。はい、ということでですね、今回の、ね、まあ、シチューの方のね、実践、いかがでしたでしょうか皆様。はい。
いやそれうんこちゃんよりは身長低いよ俺、うん、うんこちゃん175ぐらいあるんでしょだって。まあまあ分からん、わらわら、俺ね身長測ったことないから分からないっす。うんまあ173はあるんじゃないかな俺身長は。うん、はい、10日間で話したけど145ぐらいで嘘つけよお前。まあ、10日来てへんやろ。145なわけなくない。うーん、じゃあちょっとねこちらの市中の方、まあちょっと毎年恒例になっておりますけれどもアンケートを取っていこうかなと思います。はい、いや今回もう値段のアンケートやめよう。もう純粋なアンケートにしよう。うん、純粋なアンケートにしますか。どう思ったかこれを。はい、あ、うまそうが 51.5 で美味しそうが 48.5 か。え、でも実質じゃ 100% の人がさ このシチューを評価したいってことやろ。いやまぁちょっとやめるかそういうのはな。じゃあ次、じゃあちゃんと取るわ。じゃあどう取ればいい。え、どう取ればいいアンケ。うん、え、じゃあどう取る、どう取るのか、じゃあみんな納得する。じゃあか食べたくないか。食いたい、いやでもそれちょっとさ極端じゃない、極端すぎない、でもそれって。いいや、あーまあ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 、でも 30% の人が食べたいって言ったわけじゃん。その食べたいって人の中でじゃあ何棒出せるかね。いやもう食べたくないやつはもう帰っていいよマジで、うん、一生懸命作ってるものをさ。いやお前らがなんかもうガチしそうになってもらうとあげないからな、勝手に飢え死んどけよマジで。うん、ちょっとアンケめんどくさいわ、こんぐらいで。はい、あー1000円か。食べるって言った人だけ回答してな、マジで。ほらね、結局こういうふうになるもん、絶対に。アンケ取っても。もう次からちょっとアンケ取り方変えるか。まあ、ちゃんとね、なんか純粋にもう評価させてほしいもん。俺の作ってる料理。地味に5000円より1万円出すって人も多いんだけど、はあまあいいや。じゃあ今回はねちょっと食べてもないのに無理ちゃう。まあ確かに食べてもない、やっぱ見た目なんか、まあまあ見た目、確かに見た目じゃやっぱその批評は難しいところあるかもしれないけど、でも全然うまそうじゃないこれ。めっちゃうまそうやん、ほら。
うちょっとこの粗挽きペッパー入れてもよかったかもな。まあ素材の味を生かしたってことだよ。はい、パッケージの写真と比べてみて。パッケージの写真、お前パッケージ半分捨てちゃったから分からん。パッケージだとちょっともうちょっと白くなってる、うん、今回あの玉ねぎの色がね、あの牛乳を入れなかったのと、あとまあ玉ねぎの色がのきつね色が若干その反映されているっていうのがあって、若干その俺濃い色になってるけど、まあでもこんなもんやろ、うん、はい、ということでね、皆さんビーフシチューと混ぜてへんわ。いやでもこういう風になるって、普通やったら玉ねぎを炒めすぎると良くないんかな、やっぱな。あー、はい、てな感じで、まあ、ちょ今日のところはね、まあ、配信はちょこの料理枠はね終わっていこうかなと、はい、思います。うん、次何作ろっかな。夜なんかやるかもしれないし、やんないかもしれない。まあ、やるときまたちょっと告知するわ。次、まあさすがラーメンかな。肉じゃが、あ、肉じゃがいいな。あ、ハンバーグいいな。ハンバーグありやな。ハンバーグとかちょっと凝ったもん作りたいかもしれん。チョコ作れよ、バレンタインなんか。あ、そうか、今日バレンタインか。俺全然もう意識してなかった。え、バレンタインとか意識する？でもちなみにチョコもらいましたよ、俺、投開儀で。4個ぐらいもらったよ、普通に俺。うん。チョコ、そっか、今日14日か。でもあんまりさ、しかも平日やしさ、もうクリスマスで十分やん、そういうの。うん。あ、水沢ゆのにはもらわなかったね。うん。あの、ユーザー記者の共演者の人たちとか、あとまあスタッフの人たちとか合わせてまあ4個か5個ぐらいは、うん、まあ一応ちょっともらったんですけど、うん、ギリじゃん。でかチョコ、いやギリチョコとか普通そのさ、もう小学生かお前。うん、ギリチョコも本命チョコもないやろ、大人になったら。そう、チョコをあげるのと同時に、あ、本当は好きでしたみたいな感じで告白する、する人なんかおんの？今もう小学生前じゃない、そんなの。はい。まあ、という感じで、まあ、皆さんね、どうせ皆さん今日はチョコとかもらってないと思うんで、まあ、チョコトークはね、この辺にしといて。なんかやっぱそのさ、バレンタイン付近にそういうイベントとかがなければさ、もらわないっしょ。うん、もう去年とか俺な、ま、何ももらってない印象あるからな。ゴディバもらった。ゴディバってあれなんか高級ブランドのやつやろ。ゴディバは知ってる、ゴッドディバ。妹からももらってないよ。とか妹とか会ってないもん、うん、妹正月以来会ってないです。そのうちとまた妹呼ばなあかんな。妹呼んでちょっと配信に有料放送に出てもらわなあかんな。うん、じゃあまあそろそろ、あ、やっぱ人と会って、そもそもなんか14日に 人と会わないみたいな、それが普通ですよ正直。ほんならなんかね、イベントごとでなんかね騒いでる人たちは、そういう人ほど本当は寂しいんですよ。そういうものにすがるしかないね。チョコいくらもらったとかね、そういう自慢してる人ほど本当は寂しい思いしてるんです。そういうもんです。普通にこの14日って日を過ごせばいいんですわ。てな感じで、皆様今日のところは、この料理枠の方はちょ以上で終わっていこうかなと思います。はい、また次回のね料理枠でお会いしましょう。まあ、次はハンバーグか、
前から言ってた二郎ラーメンかどっちかを作ろうかなと思います。お疲れ様でした。